気楽屋の着物着方教室、佐久間です。今回はご質問の多い袋帯はなぜ幅出しがいいかということをお伝えしてみようと思います。私は今袋帯をわざと真半分に折って使っています。真半分でもパッと見はね、これだけ見るとあ、ちゃんと結べてるねって感じですよね。真半分ですから九寸の名古屋帯とかを通常通り重ねて結んだ姿と同じです。ですけども20代以降袋帯を使う時にはお喜びの席や、最近ではシャレ袋というものもありますけども、しっかりと柄を出して少しボリュームを上げて華やかに結びたいという時が多いのではないでしょうか。そのような時に幅出し、帯を真半分ではなくって身長に応じて広く使うという方法があるんですね。この方法をぜひ皆さんにも使っていただきたいと思います。お気楽屋でお教室以外にお着付けだけをさせていただく時があります。そのような時にお客様がお持ちになる袋帯でももったいなく半分に折って使われていること結構多いんですね。幅出しの良さ、今日はねしっかり見ていただこうと思いますので、ぜひ袋帯手元に用意して整え一緒にやってみてください。そしていつも幅出ししてないのって言われる方は、一緒に結んでどれぐらい雰囲気が違うかなっていうのも確かめてくださいね。ではこの次、整えからやっていきますので一緒にやってみてください。では画面の向こうでも皆さんも一緒にやってみてくださいね。今日私が使っている帯は袋帯4メーター20センチ以上の6通の袋帯です。6通っていうのは手柄があって少し無地があって、またね同じ柄が始まってますよ。まず手先の方を真半分に折ってみてください。ここは真半分ですよ。あとでお太鼓の中に入る手先の部分になります。そして手先の一番端っこ右手側、折った輪の方が自分の方に来るように膝の上、ももの上に置いてください。置けましたか？そうしたら左の方から真半分のまま上に重ねていきましょう。どうでしょうか？手前の輪になったとこちょっと数えてみてください。1段2段3段あるはずですよ。大丈夫ですか？そしたら今一番上になってる3段目、ご自分から見て半分に折ってる下側を少し幅出しをしてください。私はいつも最終的に前の幅が 2.5 センチから3センチ広くなるようにしたいんですね。いっぺんにその幅を広げることはできませんので、3段目から徐々に広げていきます。そしてその幅少しずつ広げたまま、はい、4段目です。重ねます。私はもうここからね、ほら柄がまた始まってきましたよ。はい、次です。1、2、3、4、5段目奇数の番号の時に幅出しを確認するようにしてください。自分から見て半分に折った下側が幅が広くなってるかな。お背が高い方はもう3センチから 3.5 センチ幅出ししたいですから、ここしっかりと幅を広くしていきましょう。私はもうこの段階で 2.5 センチなってますので、このまま重ねていきます。今5段目、6段7段と重ねていきます。ここで一番のポイントは幅出しをすることと、ご自分のももの幅で
手先を折っていくというところがポイントになります。お教室でも質問を受けるときがあります。太ってる人も痩せてる人も同じ段数でいいですか、胴にちゃんと巻けるんですかっていうご質問をね受けることがありますよ。その時に私はいつもお伝えしているのが、私みたいにしっかりお肉がついているもの、ぽっちゃりしているものは、ももの幅も体のバランス取れて横幅があります。そしてスリムな方は、やはりももの幅も狭くなります。ですので、どのような体型の方も、ご自分のももの幅で7段蛇腹折りにしていってください。こうすることで、後で入るお太鼓の中に入る手先、押さえの手先と、ご自身の胴に蓋巻きする手先の長さがちゃんと取れてます。この整えをすることで、後の作業がぐんと楽になってきます。手前の輪、もう一度確認してみましょう。自分の帯、数えてくださいよ。1、2、3、4、5、6、7段。和紗のとこができてます。そしたら右手を真ん中に置いて、左手でタレをまっすぐに立てます。外の耳を右手左手でつまんだらポンと開きましょう。そうすることで真ん中、このような、私はねイカの耳ってお伝えしてますけども、三角形の部分ができますよ。この三角の部分から外、このタレの長さが名古屋帯と袋帯の違いになってきます。残ってるタレも、今の手先の幅で上に重ねていきます。タレ先まで重ねていってください。そうすると、帯はこのようにコンパクトになってきます。結ぶ途中で幅出し、幅を途中で出したりするのは結構難しいものです。ぜひこの整えをしてみてください。これをすることで帯の扱い楽になるんですけども、これもね、よく聞かれます。あ、こうしてたら便利じゃねえ。全部帯こうやって畳んどこって言われることがあります。それはやめてくださいね。いろんなとこにいっぱいシワがつきます。今、ゆっくりご説明していきましたので、時間かかったように見えますけども、慣れてくれば、本当に1分ぐらいでこの整えはできますので、今から着物を着るという時の前作業として始めてくださいね。この動画、しっかり見て、ぜひもう一回やってみてくださいね。では、次はこの帯を使って幅出しをして、結んでみますので、先ほどとどのようにイメージが違うかっていうのも見てください。では、先ほど幅出しをした袋帯を使って、20代以降結んでみようと思います。そちらでも準備した袋帯、手元にあるでしょうか。ぜひ左側に置いてみてください。その時に、置く時にも、折った和紗が、自分の方に来るように置いていただく方が結びやすいと思います。帯板はいつも通り後ろまで続いている前結び用の帯板使ってくださいね。手の代わりをしてくれるクリップは一つです。帯板の中心に留めます。枕には帯揚げをかけてお気楽バンドの小で留めてあります。仮紐の代わりはお気楽バンドの台です。どうしても後ろでする作業、結んだりということの作業は少ない方が便利ですよね。使ってやっていきますよ。そして、お太鼓を固定するには帯締めです。一番最後、のしめ結びも見ていただきます。では、結んでいきます。帯板の中心に手の代わりのクリップ、一つ留めてあります。整えた帯は、ご自分の左側、和紗が自分の方に来るように置いてください。そして手先を取りましたよ。必ず帯は和が下です。手先は右手側。
右腕をしっかりと伸ばして基本の55センチを測りました。右手一緒に押さえたら、ここから軽く一手出します。真ん中のクリップで止めたら、手先右の肩に預けましょう。左手のお袖を扱ったら、左手で背中まで、右手で迎えに行ってご自分が回ってください。左脇まで沿わせてきたら、左手はそのまま帯の上、右手は預けた手先の外側、じわーって引き締め、この時に体にピタッとつかないとって思わずに、帯板に添えば大丈夫ですから、そんなにギュッギュッと締める必要はないです。じわーです。右手また押さえたら、左手お袖を扱いましょう。どうでしょうか、ここちゃんともう幅出しができてますよ。そのまままた背中、右手向かいに行く、正面に帰るです。右手帯の下に持ち替えたら、手にかぶせておきます。左手は帯の下を触りますよ。2枚が揃ってるかねって確認しながら、背中まで内側の1枚だけをつまみます。右手脇に開いたら、ここもじわって引き締め、左手離したら、ここです。ほら、幅出しになってますよね。何気なく巻いてくると、この幅を出したとこが折れることがあります。必ず右脇まで迎えに行ってから沿わせてくるようにしてください。ご自分の帯折れない方がいいですよね。手先を真ん中に下ろしたら、クリップを右手で取って、おへそと脇の間で止めてください。クリップで止めたら、もう手を離しましょう。前にあるのが手先、下から頂戴したら、左胸の前に裏返しますよ。右手が上、左手が下、一番元きれいに開いて、両手が20センチ先に出ていきます。左から上に重ねて半分折り、内側に耳が来てますよ。耳を揃えながら、際まで上がってきたら、折りきれなかったとこ、中に戻してあげておきます。今日は簡単な方法をお伝えします。今からひねっていきますので、たれ下から細く1回折り返しました。手先を上に重ねたら、ちょっと引き締めてひねるだけ。手先が下、引き締めたらひねるだけ。手先が左脇に行きましたよ。下のクリップを取って、手先止めておきます。タレ元開いておきましょう。キューってきれいに開きます。そしてタレ先までしごいていきましょう。タレ先を三角に折り紙のように、このように折ってみてください。このまっすぐにできた線、そこに枕を当てましょう。当てたらもう三角開きますよ。帯の中に手を入れて、この枕をつかみました。余ったもの全部外に落とします。こんな感じ、持ってる枕を動かして、今日私はね、柄出しをしなくってもいいような帯ですけども、あ、ここ季節の柄でなんか出したいわっていうとこがあると、姿見、そこにあるんですよ。姿見を見ながら、柄を自由に出してください。前結びのね、ここ本当にいいとこです。そして、まっすぐかな、布目まっすぐかなっていうのも、思う存分確認をして。はい、ここ、たまりです。手刀ちょんひねり物上。両手を入れて、枕をつかんだら、両脇から出てきます。ここも、ずれてますよね。ずれてたら見ながら指先で直せば出来上がり。はい、そのまま後ろ持っていきます。下の方がいいですよ。上より下がいいんです。楽な下の位置で蝶々結びをしてください。帯揚げの中には枕の紐が入っています。私はこれ
今ね、上手にできましたけども。垂れ先、短いわと思ったら引っ張り出してください。長すぎたなと思ったら引き上げてください。ここで必ず先ほどと同じように三角に折ってみましょう。今引き上げましたから短くなったので、三角がちゃんと折れるかしらって確認をしてください。そして、タレをポンと下ろしたら、先ほどのお気楽バンドです。お気楽バンド、入れる位置はいっぱいこれね、ありますよね。間違わないように。枕のとこに入れると覚えてください。そして、目で見てお太鼓の大きさ、正方形。私はね、チビの割には、ちょっとね、大きなお太鼓が好きなんですよね。これはお好みですけども、あんまりちっちゃいと、ほら、横長になってしまいますよね。ですので、やはり正方形に近い黄金バランスの良い形が綺麗だなって私は思います。ちょっとタレ、長く作っておきます。はい、そのまま後ろに持っていったらマジックテープ、留めるだけ。これが便利です。結ばなくっていいっていうのが一番便利。はい、そして、今長くしました。横も出てます。はい、見ながら直しましょう。出っ張ってれば入れるだけ。長ければ長いとこ引っ張ってあげます。必ず返事をしますから、そこを上げておきましょう。左脇のクリップを取ったら手先ですよ。きっちりと入れる位置はお気楽バンドをたどって下にすらせるように。これを入れることでお太鼓の下線がきれいに揃ってきます。そしたら右手手先ちょっと押さえておいて帯締めを入れていきます。帯締めは手先を入れた方から入れてあげてくださいね。せっかく入れたものがまた入ってしまいますよ。はい、ここで後ろに持っていきましょう。帯締めを結ぶ位置は帯の幅の上ならばどこでも大丈夫。一回結んだら、右と左を持ち替えて差し込んでおきましょう。帯締めで固定したらお気楽バンドを取っていきます。脇からバンドをたどっていって、マジックテープを取ります。はい、そのままもう引き抜けばいいんです。蝶々をね、探す必要もないですよ。最終的に、あら、まだちょっとこれ、垂れ先長いですよね。長いなぁと思ったら、あげればいいんです。お願いお願い、あそこを引き上げてって言う必要ないですよ。きれいに直しましょう。お太鼓の山もいいかな。あんまり触りすぎない。じーっと見て、直したいとこだけ触るということです。右のお袖を上げたら左脇、帯板、回しませんよ。帯だけを回しましょう。私はこの下にモスの伊達締めをしていますので、帯板がね、全然動かない。っていうことはどうでしょう。襟元、全然崩れないってことです。枕の紐を結び直します。帯揚げの中には枕の紐が入ってます。帯揚げこんなとこに置いておかずに後ろまで引き抜きましょう。一個ずつの小さな動作が仕上がりの美しさになります。脇からちゃんと乗せたら帯の上で普通通りに結んでください。枕の紐はしっかり結ばんとねって感じですよね。結ばなくって大丈夫。こんなにゆるゆる。こんなゆるゆるのものをしっかりと結び目。ここで結んだもの、この辺まで。まず真ん中を入れましょう。入れたら脇までしごいていきます。反対も。入れたらしごきましょう。そして帯締めが最初です。仮結びをほどいたら、長さを整えておいて、どのような帯でもたるみが入ってきます。後ろまでぐーっときれいに押していきましょう。この前結びの帯板、脇がきれいなのがまたいいとこですよ。そして
の締め結び、一緒にやってくださいね。親指内々ひっくり返す。右手に持ってる方を左の上に重ねて、右に来た方を上から入れます。普通通りに締める。結び目の近くを握ったら前に引いてグッ。右手に持ってる方を左手の胴に流して、直角に下ろしたとこちょんと押さえるだけ。一個ずつです。下に来た方を半返しにして輪の中押さえましょう。引いてきます、引いてきます。縦の要をちょんと押さえてあげる。2本をきれいに揃えて脇まで持っていきます。そして帯揚げ。帯揚げも枕にきれいに4等分に私はかけてますので、整えればお太鼓の中まできれいな幅が通ります。コツは枕にきれいにかけることですよ。絡んでなければ、整えた指がお太鼓の中にまで入ってくれます。左を上にしたら、一結び。上になった方、もう一回くるんとかぶせましょう。もうきれいな要になります。あとは、少し柔らかく結ぶだけ。空間がちゃんとありますから、ちょんと置いて、余ったとこを入れていきましょう。一番最初に私がご挨拶した時の姿、こんな感じでしたよ。2.5センチ、私は身長が153センチ。帯の下線はその方によってもう決まっています。この腰骨の出っ張り、ここがね、帯の下線になりますよ。これを無理に上げておいても必ずここに落ちてきますのでね、ここを基準にしてどれぐらいの幅で着たいかな、一度試してみてください。私は 2.5 センチ幅出ししてこれぐらいの感じです。あまり上に上がりすぎても七五三のお嬢ちゃんのようになって、私は年相じゃないなって思う時あります。必ず鏡をよく見て、自分の好みはどこかな、綺麗に見えるバランスどこかな、じっくりと見て幅決めてみてくださいね。袋帯のいい点、幅出し、活用しないともったいないですよ。お気楽屋の着物着方教師でした。